ブルース・ボイトラーは、アメリカ合衆国の免疫学者、遺伝学者。自然免疫の活性化に関する発見により、ジュール・ホフマンと共に、2011年、ノーベル生理学、医学賞の半分を共同受賞した。現在、テキサス州ダラスにある、テキサス大学サウスエスタン医学センター、宿主防衛遺伝学センターの責任者と、カリフォルニア州ラホヤにある、 スクリプス研究所の遺伝学講座主任教授を務める。血液学者で遺伝医学者の父、アーネスト・ボイトラーもまたスクリプス研究所主任、教授であった。1959年から1977年までの間、ボイトラーは南カリフォルニアに居住していた。中等教育をパサデナの EN ・パリテクニックスクールにて受けた。その後、 カリフォルニア大学サンデー5校に進む。1976年18歳で卒業した後、1977年にシカゴ大学医学校に進み、1981年23歳で MD を取得。幼年期、青年期初期にボイトラーは生物科学への興味を発展させてきた。生物学の研究をまず父親の研究室で行い、その更新化。 ゲノム構造、成分化の研究で知られる、哺乳類遺伝学者の王の犬の研究室に入り、さらに、内毒素として知られる、リポタトウの研究を行っている、エイブラハム・ブロードの研究室と、単純、ヘルペスウイルスの権威として知られる、パトリシア・スピアの研究室に入る。その後、自然免疫として知られる、感染症に対する、先天的な宿死抵抗性を理解するために、 エルピーズとヘルペスウイルスの両方の幅広い研究を行った。1981年から1983年までテキサス大学サウスウェスタン医学センターの内科学講座のインターン、神経医学講座のレジデントとして医学訓練を続けた。1983年から1985年までロックフェラー大学の EN アンソニー・チャイミーの研究室に 博士研究員として勤務。1985年に、ロックフェラー大学の助教に就任。1984年から1986年に、かけては、ロックフェラー大学病院にて、アソシエートフィジシャンとしても勤務した。1986年に、ダラスに帰り、テキサス大学サウスウスタン医学センター、内科学講座助教とハワードヒューズ医学。 研究所アシスタントインベスティゲイターに就任。1990年に準教授とアソシエートインベスティゲイターに就任。1996年には教授に就任した。2000年免疫学講座教授としてスクリプス研究所に移り、2007年には新設された遺伝学講座の主任教授となる。現在、スクリプス研究所と テキサス大学サウスウェスタン医学センターの兼任として研究室をテキサスに移し宿主防衛遺伝学センターの責任者を務める。2011年10月4日、テキサス大学のリー・ジェントルプロフェッサーに就任した。ボイトラーは炎症と自然免疫の分野における分子生物学、遺伝学のパイオニアとして知られる。彼はマウスの TNFα を分離し、 その炎症作用を実証し、エンドトキシンショックにおける重要な役割を示した。その後、TNF 受容体タンパク質の結合部分と、免疫グロブリンの重さを結合させ、受容体の二重体化を引き起こすことで、明示的に TNF を中和する組み換え分子を設計した。これらの分子は、エタネルセプトとして、関節リウマチ、クローン病、 感染その他の炎症の治療薬として用いられている。哺乳類の免疫細胞に対する LP 図の採用に興味を持ち、ボイトラーは LP 図受容体を識別するために TNF3 生物を表現型指標として用いた。受容体の同定は1960年代には全ての LP 図への生体応答の重要な内伝的決定器であると知られていた。 哺乳類の LP 図の位置のポジショナルクローニングによる。彼は微生物の感染に対する重要なセンサーを発見し、哺乳類の通る様受容体の一つである TLR4 が哺乳類 LP 図受容体複合体の膜、貫通成分であることを実証した。通る様受容体のうち10種類が現在人間では知られているが、今ではその微生物を認識する機能が広く知られている。 これらの受容体はまた感染経過によって発生するショックや全身性炎症といった重症疾患を介在する。これらが全身性炎気手間等ですといった自己免疫疾患や無菌炎症の病院の中心である。このトール様受容体の研究で彼は2011年にノーベル賞を受賞した。LP ズのポジショナルクローニングは1998年に完成した。 彼はその後哺乳類の免疫の分析のために順位伝学的方法論を適用し続けた。このプロセスではアルキル化剤の N を用いたランダムプロセス、表現効果の発見、そしてポジショナルクローニングによる分離により免疫機能を変化させる生殖細胞変異が作られた。彼の研究は先天性免疫応答の多数の重要なシグナリング分子を発見し、 自然免疫の生化学における解明に貢献した。N による突然変異誘発もまたボイトラーのグループにより、病原因子を定義づける包括的な反応を研究するために用いられた。これらの遺伝子は、感覚、シグナル伝達、エフェクター、向上性、発育のカテゴリーに分けられる。このうちの一部は完全に予想外であった。 例えば、感情動脈の平滑筋にあるキール 6.1ATP 感受性カリウムチャンネルは、この微生物に感染した際に、重要な向上性の役割を果たす。この感染の間に突然死の可能性がある。これらの研究の過程において、彼のグループは、N による破壊で、著しく異常な表現型が現れたことで、鉄の吸収、聴覚、 肺発生における重要な遺伝子を特定した。米国科学アカデミーやアメリカ医学研究所など、多くの学術団体から受賞されている。欧州分子生物学研究所の巡回員や、アメリカ内科学会、アメリカ臨床試験学会の会員を務める。また、2001年以降、科学情報研究所は、ボイトラーを免疫学分野で影響力のある人物として、EN、 ISI ハイリーサイテッドリサーチャーに掲載し続けている。また、トムソン・ロイターによって、サイテーション・ロリアットにも掲載されている。これまでに受賞した昭和などがある。ありがとうございます。